ポップアートがすごく好きで影響を受けているので、まあ、シルクスクリーンで制作をしているんですけども、テーマとしては欲とか、自分は結構ギャンブル好きなのでギャンブルをやっている時のこう多幸感とか、ざっくり言うと生と死とか、美術的に大枠であるテーマみたいなものをそういう自分の身近なものに付随させながら表現する。もともとアクリル板を指示台に使ってたんですけど、アクリル板にシルクスクリーンをやって、アクリル板を何個も作ってそれを重ねて1個の作品にするっていうやり方をやってて、でそれを去年の末ぐらいからレジンを使ってやるようになって、キャンバスにレジンをかけてシルクスクリーンをやって、レジンをかけてシルクスクリーンをやって、積層していくようなレイヤーっていうものがデザインのツールの中であるんですけど、絵画の画面にそれを落とし込みたいなと思って、なんかそういう作り方をやり始めた。光の当たり方によってこう結構影が落ちたりとかもするので、なんかそういうところで奥行き感とかを見てもらえばいいかな。